シドはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の歌手、ソングライター、音楽プロデューサーである。以前はシドザキッドの名で活動していた。タイラーザクリエイター率いるヒップホップグループオット、フューチャーのメンバーで、現在はソウルバンドの G インターネットやソロアーティストとして活動している。 オットフューチャーのライブで DJ を務めるシド1992年4月23日、シドことシドニー・ローレン・ベネットはカリフォルニア州ロサンゼルス出身で生まれた。母親はかつて DJ を目指しており、おじは有名なレゲエプロデューサーのマイキー・ベネットである。シドが14歳の時、自宅に小さな音楽スタジオを作り、サウンドエンジニアリングを学び音楽プロデュースの世界に入った。 2008年、タイラーザ・クリエイターが主催する、ヒップホップグループオットフューチャーに加入する。2011年2月27日、ソロデビュー EP、ロンチョブーツをリリースした。同年、シドは、オットフューチャーのメンバーであるマットマーシャンズらと共に、ザ・インターネットを結成する。2016年3月11日、オットフューチャーから脱退を正式に発表した。 2017年1月13日、ソロデビューシングル、All About Me をリリース。プロデュースは、ジ・インターネットのメンバーであるスティーブ・レイシーが担当した。2月3日、初のソロアルバム、フィンをリリースする。9月7日、3曲入り EP、Always Never Home をリリースした。インタビューなどで、シドはゲイであることを明かしている。彼女は、自分のセクシュアリティには、 満足しているが、それが自分のキャリアを定義されることを拒んでいる。彼女は、私生活の話が自分の音楽に影を落とすことを心配しており、レズビアンという言葉が嫌いだとまで言っている。2012年1月、歌手のアリシア・キーズに対して、同性愛者であることをカミングアウトするべきだと主張した。ありがとうございます。